皆さんこんにちは。10分で新書小川博の YouTube チャンネルです。ナビゲーターはパンダの徳丸です。よろしくお願いいたします。はい、今日は第36回ですね。紹介するのはこちら。はい、引きます。はい、こんな感じですね。 はい。えー、うだんさん。電車の運転。中行新書から出ております。はい。ということでね。電車の運転って <laughs>、まあ自動車のね、運転っていうのはね、まあ皆さん、自動車免許を持ってたりとか、まああとは原付きの免許とかね、二輪、まあバイクの免許ですよね。なんか、まあ基本、まあ基本っていうか,かな、まあ結構、まあ持ってる人もいて、まあ、日常的にね、 運転してますよ、みたいな人はいると思うんですけど、電車の運転って言うとね、まあ電車、まあ鉄道会社の運転手さんを、まあすぐにイメージしてて、まあそういう人たちが運転してて、一般的にね、まあ電車の運転する人ってそんなに周りにはいないんじゃないかと思いますけどね、もうほんと鉄道会社に座れてる方ぐらいしか、まあ運転免許持ってない、まあ持ってる必要もないですからね、運転席入れてもらう、運席に座ることもないですし、うん。 し、まあふ、ね、鉄、そもそも電車を所有してるっていう人がね、まあいないと思うんで、まあなかなかね、まあ運転、電車の運転をするっていう経験はあんまりないわけなんですけども、まあ基本ね、免許が、電車はね、免許がなくても、まあ車庫とかね、そういうところでの運転体験みたいなのでね、まあ最近は、ふるさと納税なんかでね、えー、まあ市電とかの、えー、ね、ところに、にあの、 10万円ぐらいふるさと納税するとまあ市電とかの、まあ、運転体験できるよみたいなね返礼品なんかもありますし、ね、まあ車庫の中といっても 100m ぐらい、まあ、ちょっと走れんのかなうんなんかのね 100m 走ってね、まあ、まあ往復 200m ぐらいね走れればまあ結構なね、えー、感動体験を味わえるかなと。 っていうのとあとはね、あの長野県の薄い峠、長野県だったかん群馬県だったか群馬県かもしれない <laughs>。うん。まあそこね、薄い峠っていうところがあって、まあそこでね、SL のまあ、あの運転体験みたいなね、えー、講習とか受けれますんでね、まああの電車の運転したいっていう人もね、鉄道会社の人じゃなくてもできる、えー、まあ余地というかね、そういうところがありますんでね。 まず、あの、まあ、この本読んで、まあ、読んでって、まず紹介の最初ののっけからなんですけど、なんですけども、まあ、この本読んでね、えー、運転したいみたいな人が出ていましたら、まあそういうところをね、えー、お近くのそういう運転体験できるとこありますんで、ぜひ足を運んでみてください。ということでね、えー、電車の運転紹介していきたいと思うんですけども、まああのー、この著者はね、1940年生まれで、えー、1958年、 まあ18歳の時ですね。まあ高校卒業したところだと思うんですけども、に、えー、国鉄に入社します。国鉄に入社でいいのかなうん。<laughs> まあ入社して、で、まあ、あ JR、まあ、国鉄がね、えー、分割民営化で JR 西日本になって、JR 西日本の運転手さんとして、えー、電車をね、ずっと動かして、で、その後2000年に退社されたということなんですけども、まあ、電車のね、運転、この本、もう一回ちょっと出しましょうか。じゃん。 ね、帯に、ようこそ運転室へっていうふうに書いてあるんですけど、まあ確かにね、あの、まあな、な、ずっとね、運転手をやられた方なんで、ベテランの運転手さんなんで、すごく、あの、マニアックです。あの、専門用語バンバン出てきます。例えば、あの、まあ鉄道マニアだったらね、そんなね、あ、日常的に聞いてる言葉なんですけど、ノッチオン、ノッチオフみたいなね、そういう言葉とか、力行とかね、打行とかね、まあ行はまだ、一般的にも、 あれですけどね、力工って何みたいなね。これ結構初歩的な用語なんですよね。力工って。のっちっていうね、あのマス、あの、鉄道ってハンドルで動いてんじゃない、まあハンドルなのかな。マスコンハンドルっていうかハンドルか。なんて言ったらいいんだな。あの、車のね、あの、こういう輪っかみたいなハンドルじゃないんですよね。こう、なんだろう。まあ、電車の種類にもよるんですけど、なんか、キュッキュッ、なんかな、水道の線をキュッて締め、なんか締めたり。 緩めたりするような、あの、くるくるって回すようなやつとか、あとは前にぐーって押す、ね、ぐーっと押して左、グーって引いたりするようなね、ハンドルなんですけども、まあそういうのをね、えまあ、まあ、ノッチオンっていう風な感じを言いますけど、まあ,あのでん電気をね、流して、まあで電車だから電気なんですけど、まあ、電気を流して、えー、まあモーターをね、動かす。そうすると、 動動力がが伝わわっってて電車がぐーって動くわけで,すよ、ね、でそのなんか電気を流すハンドル操作をノッチオンっていうふうにね言うわけですねでこの状態を力行って言います、まあ、つまりあの力行ってのは力で行くっていうふうに言うんですけど、まあ、力をね動力をかけて動かすから力行でこれをノッチオフつまり電気を止める ですけど、まあ電車っていうのはね、あの車輪で、車輪がに、えー、輪っかがね、下についてるわけですけども、まあこれはね、自動車のゴムタイヤと違って、レールをね、転がってるんですよね。車輪がポロン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 って。なんで、えー、ブレーキをかけない限り、まあそんなにね、あのね、急に止まるっていう摩擦が抵抗力が少ないんで、すぐには止まらないんですよね。だこ惰性で走っていく。なので、これを蛇行って言います。 はい。ね、そういう難しい用語がね、いろいろ出てくるんですよ。なんかね、もうね、制御方式がね、めっちゃいっぱいね、なんか細かく載ってて、はぁみたいなね。いやいやいや、いや、まああの、ちょあの、鉄道にね、鉄道にこう噛んでる人はあの、かじってる人はね、あの、まあまああの、お詳しいな。こんな詳しく載ってるんだ。キャッホーイみたいな感じなんですけど、あの、鉄道、普段乗る、乗って、 普段乗って移動する手段だよぐらいの感じで、そんな運転なんか、まあ、運転手さんにお任せですかな、みたいな。<laughs> あと、何言ってんのお前、みたいな。何なのこの本っていうぐらいね、結構専門的なんですよね。うん。ここまでね、だって電車の、さっきも言ったんですけど、電車の運転なんて、ほとんど多くの人は、電車なんて運転しないわけですよ。 うん、なのに、なんでここまで細かく書いてんのみたいなね、誰、誰、誰とくみたいな感じなんですけど、まあ最近はね、それでも、まあ最近でもねえけど、まあ電車で GO っていうね、アーケードゲームがありましたり、あとはね、えー、鉄道博物館に行くと、鉄道シュミレーターみたいなのがあってね、電車の運転体験できるんで、なかなかね、いい点を、あ、電車で GO でいい点取りたいぜとかね、ゲーセンでヒーローになりたいぜみたいな人はね、 これを読んで、なるほどこういう仕組みだったのかーみたいなね。ね。そういう <laughs>、まあな、なんか、て、なんか、コツをね、掴んでいただいて、っていう感じなんですけども。ただ、これは、あのね、電車の運転ってあるんで、電車です。運転のね、この解説が。まあ、他にもね、起動車っていうのはありますよね。鉄道に。起動車って何っていう人のために説明すると、電車は、えー、架線、ね、上に、あの、電線みたいなのがあって、 あそこから電気を供給されてるわけですよね。で、機動車っていうのは燃料が軽油なんですよね。ディーゼルエン、ディんガソリン車もあんのかなうん。まあ、そういうね、軽油なんですけど、えー、なんで、まあ基本的にね、えー、まあ電気では動いてないんですよね。で、あとはね、まあ他にもリニアモーターカーみたいなね、えー、磁石、超電磁石で動いてるやつとかね。 まああるわけなんですけども、まあそういうことでね、なかなかね、こう、なんだろう、うーんまあそういうね、動力源によっても運転の仕方って異なってくるんですよね。とか、まあさっき言ったね、制御方式、ね、難しい、いろいろあるんですけど、これによっても、まあまあまあ、なかなかね、えー、運転の仕方がちょっとコツみたいな、細かいね、コツが変わってくるんで、まあ車もね、まああのみんなガソリン車、 あったりするわけですけどもまあ大型とまあ大型は軽油ですけどねまあトラックとかねまあ,あの普通のバンとかねセダンとかによって、えーまあ、運転の仕方って変わって多少変わってくるわけですよね、まあ、同じねセダンでもねやっぱちょっとね違ってたりあの車種が違ってたりするとなんかエンジンのかかり方違うなみたいなとかねとか加速度が違うなみたいなっていうのがあるんですよだから乗って、えー、運転して 少しずつ、体、体で覚えていく、みたいなのがね、昔はよく言われてたわけですけども、まあね、そ、それを言っちゃうと、あの、最初の最初、一番最初の、まあ、運転がね、どうしようもないんで、まあやっぱ座学っていうのはね、

ところでちゃんとね、知識を覚えておくと、なるほど、こういう時はこうするのかみたいなのね、わかると思いますんで、ぜひこれを、えー、電車の運転士目指している若い方は読んでいただいて、えー、もうね、もう今,今から鉄道会社就職できないよっていう人は、あの、まあ、鉄道博物館とか、もしくはゲームセンターの電車でのヒーローになるためにこれを読んでいただいていければと思いますんでね、まあ、どんだけね、鉄道の運転士さん、ね、 苦労しててるかかっていうのももねこれれら読み取れますけども、ねはい、ただね最近はね、まあ、もうすぐ自動運転になるんじゃないかみたいなね山手線自動運転するぜみたいなねこともなってるんでこの本ももうすぐ過去になってしまうのかなって思うとちょっと切ないやら悲しいやらなんか複雑な気持ちもね、えー、それが科学の技術の進化だって言われたらそれまでなんですけども、ねえー、そういうねでもこの何十年何百五十年鉄道百五十年の歴史ありますからねそれの 先人たちの積み重ねをね、えー、学んでいけると思いますんで。はいということで今日は、えー、電車の運転、えー、宇田健吉さんを紹介させていただきました。それではみんなまたねー <music>